こういったテーマで動画を撮りますコンテンツホルダーだけになっていないかっていう、まあ、ちょっとマーケティング考え方の方の動画なんですけどもあのコンテンツホルダーって何かっていうと自分のコンテンツ要は商品をホルダーなので所有者、まあ、自分の商品を持っているか持っていなかったことなんですけども、まあ、多分ですねほとんどの人が、まあ、ほとんど副業やってる人でも結構持ってない人っていう人って多いと思うんですけどもあのでもですね副業で例えばネットビジネスオンラインで あの月に5000円でも1万円でも利益が出てる人っていうのは、あのこれ誰でもコンテンツホルダーになれるんですよ。自分の商品が作れちゃうんですよ。だから自分が、自分の商品を作るための,あの行動ってやってなくってで、ちょっとですね、あのざっくり自分の商品の作り方っていうのを伝えると、僕がこれから作るとしたら、まあ、ワードプレスは必須ですね。ワードプレス。 まあ年間、ほんと、1万から1万5千円ぐらい。で、あとは、えー、あとはビ、ビミオ。これ最、最いあの、僕契約してるんですけども、えっと、YouTube みたいに動画のプラットフォームなんですよ。で、この YouTube って基本的に共有とか URL とかで、 あの他の人に渡されちゃうとかあの例えば機密性が結構薄いんですけど Vimeo っていうですねその動画プラットフォームを使うとその共有とかダウンロードとかをなくせるんですよ機能ででこの動画で例えば限定動画とかあのセミナー動画とかを作っちゃうでこれ Vimeo 実は月間700円とかで 利用で、きるんでですよねワードプレスの微妙で、ワードプレスは僕はもう最近 LP 使っちゃいますね。LP で新規作成。LP で新規作成した後に、例えば、えっ、ー、と、カラム、カラムとかフッターとヘッダーとか全部なくして、あの白紙の状態で作りますね。白紙の状態。 そうすると自分の例えばホーム画面に戻られなかったりとか他のリンクをなくすんですよだ,だから白紙の紙に例えば A4 の白紙の紙にテキストを打ち込んで微妙で,で動画を撮ってでそこれを一つのコンテンツにしちゃう要は視覚化するってことなんですよ。目に見えて商品を作れる状態にしちゃう視覚化するっていう形なので例えば月に5000円とか1万円利益が上げる上げてる人だったら あのまず自分のコンテンツをその方法とかそのやり方とかそのマインドとか考え方っていうのをあの視覚化して作ることが大事なんですよ。これは視覚化っていうのはもう完全にテキストと、まあ、動画ですね。まあ、もちろん音声でもいいんですけど音声プラス目で見て視覚しながら動画がいいと思うので、まあ、それは微妙で普通に作ればいいんじゃないかなと思いますね。で LP 作ったら白紙の状態で。 で、白紙の状態作ると、まあ、個別 URL っていうのができるじゃないですか、ページごとに。で、このページ UR 自体にパスワードつけれるんですよ、ワードプレスって1。1ページごとに。パスをつける。そうすると、例えば商品が何かここなるとかで販売したときに、URL と、あの、 パスワードをさええ送ってしまえば例えばあの限定のセミナー動画1時間のなんかあのリサーチ方法でも例えばそのまあブログだったらあのネタ選定方法とかあの30分ぐらいのセミナー動画撮ってで初めての例えばネタ選定の,あの動画を、ま、要点まとめましたみたいなでそれで30分で500円で販売するとか。 でそうすると、まあ、ここがって最低500円から販売できるので、商品が売れたら、要はここのページですよね、ここ、まあ、こんな感じであって、ご購入ありがとうございます、あの商品はこちらになりますっていう感じで、これコピ,ーしコピーっていうか、普通に商品ページ作っておいて、Excel とかに自分の商品まとめて貼り付けて送って、でそうしたらもう終わりじゃないですか。 でしかも自分のことを知ってもらえるし自分の例えば YouTube やってるんだったら YouTube チャンネルをそこから見てもらうかもしれないしあの自分のことを認知してもらうことができるんですよ。そうだから例えば商品も作れて商品も販売できてで仕入れとかその在庫切れとかないし利益率が莫大に多くってなおかつあの自分のことを知ってもらう認知に使えるこれがまさに集客力につながってブランディングにつながる。 で例えば、そのここならに500円の商品とかを作りまくって、まあ、例えば、1日例えば 3, つ3つぐらい売れ,売れたらある意味、3人の方にアプローチできてるじゃないですか、新規の人に。でそれで、例えばあのそこから LINE 登録とか YouTube チャンネルのチャンネル登録者とか例えば、月にそこで50人あの増えたとしてもやっぱり年間で500人とか600人、新規で増えていったら自分の影響力とかブランディング力っていうのは増すので。 そのことを、まあ、ざっくり言うとこんな感じでできちゃうんですよで。僕はこれでいいかなと思いますね。簡単なので。で、コンテンツホルダーになってならないと僕結構今後は難しいなと思ってて、だから例えば人のプラットフォームで戦ってるじゃないですか。eBay とか YouTube とかブログとか Google とか AdSense とか全部人のプラットフォームなので、 なので自分のやっぱりには自分のフィールドで戦うためのところっていうのは自分の商品を作っちゃえばいいと思ってでだから自分の商品さえあればあの逆算してやることっていうのは例えばツイッターであの認知力を増やすでインスタをやるとかであとは TikTok とかやってショート動画とかやってでそこでどん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 人を増やしてで最終的にその商品の LP ページとかを作ってあの自分のコンテンツですね 商品の LP を作ってでそこで決済システムは例えばストライプとかあのストライプとかペイパルとかで決済してもらうそうするとあの決済手数料が3%パーとか4%パーとかで収まるのでココナラとかだとやっぱ25%パーとか取られますよねだから自分の決済システムを使ってで人を集めてで自分の自己商材を販売していくで例えば自己商品でも 4万9,800円とかあの結構高額な商品作って販売できるようになっちゃえばそれを月間3個売るだけでも15万円例えばある意味不労所得で入ってくるじゃないですか一回作っちゃえばそうで動画とかも残りますし LP とかもしっかり残りますしで決済システムは別に使えるわけじゃないですかだから自分の知識とか自分の今までの経験とか、まあ、自分の成功体験とかをどん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 コンテンツにしていった方が やっぱり自分のフィールド,フィールドであのビジネスできるようになるのでどどんどんそっちに移行した方がいいいのかなと思いますねだから本当に物販で月に1万でも数万でも稼いでる人とか、まあ、トレンドブログとかアフィリエイトとかで月に稼いでる人 YouTube で稼いでる人でここが稼がなくてもよくて例えば本の作り方を教えますとか電子書籍の作り方とか YouTube だったらサムネイルの作り方とか教えますとか。 あのライティングの仕方を教えますとか、例えばクラウドワークスで害虫んを獲得する方法とか外注さんを獲得してからを流れた顔を一つの,そのコンテンツにまとめましたとかあの全てのインターネットでできることの作業っていうのは人がそこを求めてるからインターネットで検索して答えを拾ってくるじゃないですか。ででもそのインターネットで検索した時に、 あの1枚のページとかですごくまとめられて分かりやすかったら別にそこではお金払っても知りたい情報の時ってあるじゃないですかだからそれを自分のコンテンツにして、まあ、こういったツールですよねワードプレス使ったりとかワードプレスの中で LP 使ってで個別の UR とパスワードつけてで微妙で動画作ってで UR とパスで販売していくとか、まあ、こういったことやっていくと自分の商品も作るしあの 商品ができた後は販売していくだけ人をやっぱり集客していくだけって形になるので、まあ、こういうのもやった方がいいかなと思いますね。でちょっと参考にしてみてください。